こんばんは、すももです。今日は仕事納めでやっと仕事を4ヶ月経ちまして、前の仕事は4ヶ月で辞めたんですけど、今回はまだ続いてるので、そのお祝いのためにエクレアを買ってきました。セブンイレブンさんでエクレアちゃんを買いましたので、これを食べながら雑談をしたいと思います。では早速開けてみます。ドゥンドゥン。これは130円、税込みだと140円、なめらかカスタードのエクレア、エグパティシエールの用冷蔵です。まあ、シュークリームも美味しいけど、エクレアはチョコがあるので美味しいなって思います。で、今日コンビニセブンイレブンさんでいろいろいいスイーツないかなって見てたら、結構一人にしては大きめのいちごのなんかレアチーズケーキがあったんですけど、まあ、ちょっとホールケーキってほどではないけど、ホールよりちょっと3分の1ぐらいだけど、カロリー見たら600何キロカロリーとかで、これはやばいって思ってやめました。ではこちらを食べます。美味しい。この中身もカスタードがぎっしり詰まってんのがいいなって思います。時々その中シュークリームでも中身が結構クリームスカスカのやつとかがあったらなえるんですけど、やっぱりセブンさんは裏切らないなって思います。で、私結構転職が多い人なんですけど、まあ、前の仕事も4ヶ月で辞めたし、でもやっぱり仕事一箇所のところでなんか得るものがあってから辞める方がいいなって思って、前の職場では何も得なかったけど、まあ、今の職場では結構得られることが多くていいなって思いました。で、今までいろんな職場にいて、やっぱり仕事ができる人とかこのやり方いいなとか思うことは、その技をパクったりしてます。で、結構、まあ、そうすることによって仕事がいろんな職場もあったからこそ、そこのいいところとか、まあ、そこの悪いところとかも、まあ、分かるんですけど、まあ、それはそれで良かったかなって思います。このクリームがめっちゃはみ出る感じがめっちゃいい。私あんまり職場では友達とかを、あんまり余計なことを喋らないようにしてて、昔20代の時は結構そうでもなく、結構と職場がなんかを結構甘く考えてて、で結構派閥とまではいかへんけど、仲いい友達って思って作ったけど、やっぱりその職場であんまりピーチクパーチクするのは自分の首を絞めることにもなることが20代に学んで、今はもう30代になってからはもう仕事でピーチクパーチクはもうしないようにしてます。
その分 YouTube で結構喋るようにはなって、 YouTube で喋ることによってアウトプ、何やろ、職場で喋らへん分の憂さ晴らしをしてます。なんか職場の友達とかってなんでもろい、私じゃないんですけど、昔の職場で結構女のドンパチがすごいあったところがあって、そこは最初はすごい、そんなに人間関係荒れてなかったんですけど、そこが結構3年でも絶対に入れ替え制のところだったんですけど、私が3年目になって、その総務課に入ってきた人が結構癖のある人で、私に対してはそんなあれだったんですけど、私の隣に入ってきた子が結構、その総務課の人と同期みたいな感じ、同じ時期に入ってきたので、なんかすごい最初、その総務課の人がすごい可愛いって言って、仲良くなりたいって言って、すごいなんかすごい、その2人っていうか、その隣の子が総務課の子とにめっちゃなんか仲良くしようって言ってたんですけど、なんかのボタンの掛け違いがあって、なんかすごい喧嘩したみたいで、なんかそのドンパチがあって、あの子か、総務課の子めっちゃ可愛いって言ってたのに、そのドンパチがあってから、あの子すごいブスとか、めっちゃ老けてるとか めっちゃなんか見た目可愛いって言ってたのに、ブスとか、なんやろ、老けてるとか、すごいけなすことを言ってきて、結構総務課の人ってやっぱり職場どこも関わらなきゃいけないと思うんですけど、結構その隣の子、その人、総務課の人とやり合ってて、なんか結構その逆に、何やろ、総務からのことを、何やろ、嫌がらせみたいなことで、なんか嫌がらせされてて、仕事しづらくなってて、うわって思いましたね 最初すごい仲良かったのに、仲いいっていうか、ボタンの掛け違いで、でもどこでもあって、なんかそういうのを目の当たりにすると、絶対にも職場で表面上あんま、もうほんまに、いやいや、友情とかはいいです。結構もう嫌やなって思う なんか今までの職場の嫌っていうか、そのデスノートをこの前買ったって言って、デスノートに今までの仕事やアルバイトの理不尽だったことをまとめてるんですけど、なんかやっぱりそういうのを書いてたら、今の職場めっちゃマシやなって改めて思って、今の職場は給料が安前も言ったけど給料が安いし、その慣れてくると、なんか不満が出てきて、最初はありがたいって思ってたのに、なんかいや、うわって思うことが、なんか
なんか慣れてしまうと嫌な面が見えてきて嫌やなって思ったんですけど、改めて前の職場とかを見てたらの嫌なこととか思った、全然天国やと思った。これめっちゃ本当にクリームが多くて放送事故がめっちゃ起きそう。食べました。すごい美味しかった。やっぱりセブンイレブンは裏切らへん。まあ職場であんまりなんですけど、あんまり喋らへん分 YouTube で喋って、今年はいっぱい喋れてよかったなって思ってます。コメント欄とかでも結構いろんな人にいろんなコメントをもらったり、まあ、徐々に登録者の方が増えてきたりしたら、まあ、こんなグダグダな YouTube も見てもらえて嬉しいなって思います。まあ、来年まだ今年中に YouTube 出すかもしれないんですけど、来年もどうぞよろしくお願いします。バイバイ。